皆様こんばんは。仙川ピアノオーディションプロデューサーを務めさせていただいております。そして選考委員もやらせていただいておりますピアニストの高橋貴子です。仙川ピアノオーディションはこの仙川劇場から、世界に通用するピアニストを探そうという、そういう意図で始まった、オーディションです。で、皆さんには、リサイタルをやっていただくという形で始まりました。そしてまさにこの仙川から世界へというキャッチフレーズ通り、これまでの受賞者がたくさん活躍してくれていて、とても嬉しく思っております。この水曜日からこの仙川ピアノオーディション祭りのように、ウィーナーズ柄コンサートですとか、過去の優秀賞のジョイントリサイタルがあったりとか、そして、今回のオーディション、初めての予選本選と2段階での審査となりました。本当にこの水曜日からは素晴らしい若手ピアニストたちの演奏をたくさん聴くことができて、同じ音楽家仲間だなっていうことを強く思ったことと、彼らから学ぶことが本当にたくさんあって、私たち選考委員にとっても、素晴らしい有意義な時間となりました。そしてその予選の段階でも、たくさんの素晴らしいピアニストたちがいらっしゃいましたので、本選に進まれた8人でしたけれども、決してその8人に入れなかった方々も、落胆なさることなく、これからの活躍を私たちはずっと楽しみにしておりますので、ますます頑張ってください。そして本日、本選は、お一人の方が残念ながら棄権となりましたけれども、7人の若手ピアニストが、自分の持っている力をすべて注がれて素晴らしい熱演をしてくださいました。で、朝からこうして夕方まで聴かせていただいて、本当に音楽って素晴らしいなっていうことを実感して、こんなにいい日になってとても幸せだなと思いました。そして、私たち審査員5人が、真摯に、選考させていただいて、次の方々が、入賞者となりました。それでは発表いたします。優秀賞お二人の方がいらっしゃいます。優秀賞は斉藤陽香さん、そして藤村英介さんです。おめでとうございます。斉藤陽香さんは、本当にこうまだお若いピアニストでいらっしゃいますけれども、とても深い音楽を持っていらして、私たちにその音楽の持つ力というようなものを、教えてくれたような気がいたしました。で、例えばバッハの演奏ではもう楽器に歌わせるといったようなぐらい、本当に楽器と一体となって、見事な演奏を展開されたのではないかなと思いました。そしてシューベルトの演奏でも、深い音楽性で魅了してくださいました。そしてもう一人、藤村英介さんは、とても音も綺麗で、まず最初のリストのエステ層の噴水では、ピアノの持つ魅力、ピアノがこんな風に綺麗に響くんだといったことも、示してくださいました。そして続いてシマノフスキーのマスクを2曲弾いてくださいましたけれども、その2曲それぞれが持つ世界観を、このピアノという楽器だけで表現してくださって、で、完全に手の内に入った見事な演奏だったなと思いました。お二人のますますのご活躍を楽しみにしたいと思います。そしていよいよ最優秀賞を発表させていただきたいと思います。第10回仙川ピアノオーディション最優秀賞は辰野翼さんです。おめでとうございます。辰野さんは、今回の最年長出場者でいらっしゃいました。で、その予選の演奏の時も、ドビッシーのあらゆる音色、そして武満徹で見せた大変立体的な音楽作り、
そういったところにもう本当に私たちは驚かされて、魅了されました。そして本日の本選ではシューマンのシンフォニックエチュードを弾かれましたけれども、そのシューマンというドイツ音楽でありながら、とてもその時々でハッとさせられるような表現や、そしてまた、お得意の多彩な音色で聴かせる部分もあり、私たちはそのシューマンのシンフォニックエチュードの新たな魅力を今日、発見させられたような気がいたしました。ますますのご活躍を本当に心より、楽しみにしております。ということで、今回素晴らしいオーディションが無事に終わりましたけれども、この千川劇場のスタッフの皆様、そして市民審査員の皆様、そしてこのコロナ禍にもかかわらず聞きにいらしてくださった多くのお客様が、もう皆様が温かい、拍手や温かい、態度でこの参加者を見守ってくださいましたことに心から感謝いたします。この千川ピアノオーディションがこれからさらに10回20回と続いていくことを、期待して、私の、挨拶を終わらせていただこうと思います。本当に皆様ありがとうございました。